今日ご紹介するチャンネルは2つあります。このチャンネルでは中国の最新の動向を本当にどこのメディアよりもいち早く共有してくれる便利なチャンネルです。さらに私の特殊な使い方に関してもお話をします。皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい、ということでですね、今日ご紹介するチャンネルは2つあるんですけども、1つがまず NTDTTBJP さんということでね、なんていうお呼びすればいいのかわからないんですけども、このね、TOW というマークの、チャンネルです。で、こちらですね、まあ主には中国の情報を発信されてるんですけども、ちょっとね、概要を見ていただきたいと思います。はい、NTDTTB は世界の主流メディアが報道しない中国の真相を伝え、社会の存続の柱である伝統文化を広めています。これ広めて間違いかな。 NTDTTB はアメリカニューヨークに本部を置く中国共産党の検問を受けない独立した放送局、非営利団体でです。皆さんからのご支援をお待ちしておりますということで、まあ、こちらにもう少し詳しく書いてありますけども、要するに中国の実態というものを本当に常に追いかけている、メディアなんですね。そして非営利団体ということで、まあその言葉の通りですね、そこから何か収益を発生させているわけではなくて、本当にこう、まあ、ボランティアというか、慈善団体としてやっておられるんだと思いますけども、まあ、本当にですね、中国の動きというのは多様ですよね。軍事の問題、経済の問題、そしていろんなですね、こう、なんていうんですか、こう、コネというか、根回しというか、まあ、一帯一路政策っていうのを中国が掲げてますけども、その実現のために、いろんなところにですね、お金をばらまいたり、人をこう操ったり、それこそスパイを送り込んだり、軍事的に何かそういう基地を作ったり、いろんなことしてますから、やっぱり今、世界経済っていうのはイコール中国の動きを知らないと、まあ、追いかけきれないわけです。逆に、中国を軸に追いかけていくと、大体みんな繋がるっていうね、そういう状態だと思うんですけども、その中でも、本当にね、このチャンネルはですね、最新情報をいち早く教えてくれます。で、ちょっとね、サムネイルを一覧を見てほしいんですけども、こちらですね。はい。内容はですね、ニュースキャスターが喋るような動画なんですね。で、そんなに動画自体も長くありません。なので、見ることも基本的には、おすすめなんですけども、実際私はどういうふうに使っているかと言いますと、まあ、チャンネル登録をしますと。チャンネル登録をしますね。そして、通知をね、すべて受け取るっていう、このベルマークが、こう、震えてるマークにチェック入れておくんですよ。そうすると、通知がね、来るようになります。このチャンネルで動画を更新されると、スマホアプリとかパソコンに通知が来て、更新されましたよって来るんですね。で、そこに書いてあるですね、この動画のタイトル。タイトルを見るだけで、大体ね、ニュースの見出しみたいなもんですから、何が起こったのかっていうのを把握できるんですね。なので正直私ね、動画を見たことほとんどないんですよ。見ても内容が、まあ、タイトルに集約されてることが多いので、まあ、そのタイトルだけ見て、今何が最新情報として起きているのか、それを把握するっていうふうな使い方をしています。例えばね、最近であれば、中国でこの洪水被害のことを報道したのも、まあそういったニュースを出したのも多分一番早かったんじゃないかなと思いますし、まあこのね、中国とインドの問題、関税の問題、いろいろありますけども、そういったものをとにかく早く出してくれています。なので、使い方としてはですね、動画を見ることももちろんいいんですけども、チャンネル登録をして、新着通知を受けて、その時に、このタイトルから何が起きたのかっていうことを把握するっていうね、そういう使い方を私は実際しています。まあそうするとね、こちらのチャンネルの方としては、再生回数が伸びないので、あまり嬉しい使い方じゃないかもしれませんけども、まああくまで情報収集のやり方として、私はそういった方法を使っています。で、もう一つね、ご紹介したいことがあります。こちらがですね、水間情報 TV さんですね。で、こちらもですね、先ほどのチャンネルと同じように、情報が本当に早いんですね。で、先ほどと全く同じです。まあ、タイトル、まあ、チャンネル登録をして新着通知を受けることによって、まあ、通知が来ますので、その時のタイトルを見てね、大体何が起こっているか、どんな情報なのかがわかります。で、あとはね、サムネイルをこう一覧で見た時にも、なんとなくね、この、まあ、内容がすごく、その、文字で多い、この文字で書いてありますから、最近のね、動きっていうものを把握する意味でも、すごくこう、便利なんですね。なので、私は実際チャンネルのページに行ったら、この動画一覧にして、このサムネイルをね、ずっとこう眺めると動きが見えてくるっていう、そういったところもあります。で、先ほどのね、チャンネルと違うところっていうのは、まあ、中国の情報はやっぱり早いんですけども、中国と日本を紐づけた情報が非常に多いです。ですので、先ほどの情報は中国の世界動向。こちら中国と日本を紐づけた情報が多いという形になります。はい。で、実際内容は音声の、まあ、ラジオみたいな、動画になってますので、まあ、聞いてても別に問題ないんですけども、ちょっとね、長めなんですね。先ほどの動画と比べて結構長いですよね。15分とかね、20分とか。なので、実際私はですね、やっぱり、このタイトルを通知で見て、何が起こっているのかを知る。そして、サムネイルで一覧でこう見て、もう少し詳しい情報を知るというふうに、動画を見ずに、情報収集しているという感じになります。はい。
まあ、2つのチャンネルともですね、非常にとにかく早い、最新の情報が早いというところが特徴的でして、主には中国を軸にした情報になりますので、その中国の情報をつかむことで世界の動きを把握しやすいですよという、情報をキャッチしやすいですよというところが、ありますので、ぜひね、この2つのチャンネルもチェックしてみてください。ということで、また引き続きよろしくお願いいたします。